いやー、今日は明るいですね。場所が。リビング。待って、家ってなんだ？家ってなんだ？ごめん、変なツイートしちゃった。ミサ部屋だよ、家。ミサ部屋だよ、家。今日も顔ありがとう。こんばんは、こんばんは、こんばんは。こんばんわんわん。家って何？ちょっとみんな見て。ほら、ミサコの適当な、うわ プレイリスト。ミサコの適当なプレイリスト。全然ピント合わへんけど。あっていう名前のプレイリスト作ってね。私、これ。あれで。Spotify で今日シャッフル再生するね。まあ、最初から万問の曲流れないわけなんだけど。愛してやまないデコミサコ。本当に？晩は晩は。こんばんは。美佐子の家は白い雪の館。どういうこと？どういうこと？晩もんだけ流したいんだけど どうしたらいいんでしょうね。難しいよね。こんばんは。あ、コンティニューコインありがとう。あら、おでこちゃん。そう、今日おでこちゃんにしてみました。見て、ニキビできてるよ。こんばんは。俺だ、俺だ、俺だ。藤尾だ。藤尾か。あらんまる、お茶爆ありがとう。伊藤健も来て早々、大丈夫？ 来て早々、大丈夫？みさち、注意げくて。あのね、なんかね、めっちゃ朝早く1回目覚めるんだけど、お昼寝しちゃうんだよね。お昼寝しちゃうんだよ。美佐子さん、老けた。老けてはないよ。マジレスすると老けてはないよ。トン。お茶葉50。本当に老けてたら今日は老けてるって認めるよね。おでこ綺麗ね。まあ、でもね、これはね、このツイキャスのね、フィルターの優しさのおかげもあるよ。あ、おでこ見せると年上に見えたりする。お昼寝は気持ちいいよね。そう、お昼寝ってね、気持ちいいんですよ。生まれて初めてお茶爆した。あ、そうなんだ。なんか喋った。なんか喋った。 なんか喋ったよ。え、これ、え、そういうもん？え、Spotify ってそういうもん？もしかして石油王と付き合ってますか？バレました？石油王と付き合ってることが。そう、これね、昨日のマヨ版ネタなんですけど、世界で一番。 今日も京都で見たこった。今日も京都で見さこったの？あ、オンリーファイブ買えなかった。そうね、みさきちゃん買えなかったの。なんかそう、私もさ、何分ぐらいにさ売り切れるか詳しいことは分かってなくてさ、随時あと3人ぐらい買えますっていうのとかは、スタッフさんが送ってくれたりはするんだけど、基本はもうこれはなくなったでしょうねっていう頃に、ありがとうございましたツイートはしてるようにしてるんだけど。ね、浩平もお茶枠ありがとうございます。ありがとうね。ちょっと読み切れてないやつもあるかもしれないんだけど、うさぎデコフレームありがとう。で、そう、前回のさ、お茶枠さ、私さ、お礼してないじゃん。それは本当にごめん。それは本当にごめん。ケロケロさん、なんかよくわかってない。なんかよくわかってない。そう、なんか一回ね、5秒くらいで売り切れるらしいんだけど、その、オンリーファイブっていう、私からの、メッセージ付きの画像が届くっていうやつなんだけど、ちゃんと手で一個一個書いてるよ、メッセージを。そう。で、それが限定ね。一つの絵柄につき5枚ずつ。オンリーファイブだからね。そう。ちょっと、コーヒーだけど乾杯するわ。乾杯！ケピケピ。変えた人おめでとう。優しい。あ、みなちゃん、お茶爆。ありがとね。ありがとね、お茶爆。石油王だけど質問ある。あ、トイレは家に何個ありますか？ マジで秒でなくなるね。マジで秒でなくなるんだけど、決済をサクサクとスムーズに行わないと、すぐにその決済してない分が戻るらしくて、それでね、結構その1回売り切れた後もなんかどうなるか分かんないらしくて。前回はなんかそう、20分ぐらいまで結局変えたのかな。マグカップね、これうさぎなんですよ。うさぎになれる。
とは杯交わすのよくわかんないですね。58分からスタバってたのに買えなかった。そうだったんだ。数秒前から連打した過去怖い。M カードって根本的なり、そう M カードね、そうあの販売が延期になったバンドじゃないもの、 M カードっていうのは要するにデータで音楽がダウンロードできるっていうカードになってます。ダウンロードできるの曲が。でも曲だけじゃなくって、 M カードが自由なところは曲だけじゃなくて、例えばだけど、まあ、そうあんまりその必ずしも入ってるものじゃないらしいんだけど、その中に歌詞カードが入ってたりとか、あと私たちはねこんなご時世だから、まあ、延期もさせてもらうし、せっかくだからおまけを充実したいなと思って、メンバーの何かしらのオフショットとか、そういう M カードの中にしか入ってない特典なんかをね入れようとしているよっていうのが、その追加コンテンツでやれるのよ。あのもう販売してみんなの手元に届いた後でも私たちが追加しようと思えばできるっていう。そう M カードを録画するけど届くの楽しみ。そうプラスなんかその CD だとホイホイ絵柄って変えられないけど、今回も36種類絵柄が違っててちゃけので、全部のメンバーすごい可愛らしいお召しを着てあ、海面クマもお茶バックありがとう。寝ながら聞きますね。眠れよ行こうよ。全然盤も流れへんのやけどもね。うん、あ、そうね、そう iPod とかにも入れられるはずですよ。うん、36種類確か36種類、私数字に弱いからもしちょっと間違ってたごめんね早く届いて、それは本当にそう、早く届けたいよ早く届けたいよ。バタバタしてて未だに買えてなくて悲しい。そうで、インターネットリリースイベントっていうのをここ最近割とバンモンちゃんはやってるんだけど、その時に買ってもらうのはその M カードを買ってもらって、それがおいおい届くんだけど、その時におまけでチェキがついてくるとか、そのリリースイベントごとにちょっと別の特典がついてます。そう、歌詞カードね、なんか定番は入ってないんだって。入ってないんだけど、やっぱバンモンちゃんその歌詞が重要な曲っていうのが多いから、そのもうサクッとね、サクッとなんかそのやっぱこうきちんと画像を作ろうってなると結構コストがかかってきちゃうんだけど、サクッと文章っていう、シンプルな文章っていう状態にはなるかもしれないんだけど、入ろうとしてます。入ろうと歌詞カード入ろうとしてますあ、ザキヤマお茶爆ありがとうそう、種類いっぱいだからね。そう、なんかCD だとさ、やっぱりなんかこう、まあなんつうだ、アイドルの音源を買ってくださるっていうさ、文化でさ、複数枚買ってくれて、それを他の人たちにも、他のなんかおすすめだよってシェアしてくれる人たちとかにも渡したりとかっていう、なんかそういうなんつうだ、トレーディング文化トレーディング文化の時とかに、まあ、言うてその好きなこう絵柄とかさ、まあ集めたい人は集められるし、なんつうんだ、要するに1枚の絵柄よりかはさ、たくさん買った時でもかさばらないでなんか楽しめるっていうのが CD よりはエコでいいなっていう話で M カードっていう。で、なんかその私たちが新しくプライベートレーベル第1弾で出す音源だから、なんか未来を感じさせることがしたいねっていう話してて、あ、そう、モンパチ流れてた。うん、後輩が番号知ってたので届き次第布教しますありがとうね、ありがとうね。そうでさ、例えばだけどさ、特典のチェキとかだけさ自分の手元に置いとくということもできるし、特典付きの場合 M カードだけなんかトレードして、おでこツルツルみしゃこ
あ、美佐子さんの M カード公募したいです。ぜひ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 。そう、あの可愛いんでね、どの絵柄も可愛いんで。こんばんは、こんばんは。地震に怯えながら見てます。あれ、地震やったの？気をつけてね。あの地震が起きたらすぐさま出口を確保して。何枚買ったか分からん。ありがとう、ありがとうございます。本当にそう。でもあのみんな、あの全てにおいて無理せずね、なんだ、きちんと在宅でお仕事ができてる状態っていう人はさ大丈夫だけど、自分の経済的な状況がめちゃめちゃ不安なのに無理してっていうものではないから、自分の心の支えにきちんとなれる範囲で楽しんでもらえたら一番嬉しいです。ですです。そう、自分、我々がバンボを支えるとね、あ、なんという力強さ。あ、長野の地震、なるほど、長野か。地震怖いね。地震は怖いね。地震ってさ、地震ってさ、なんなん。あ、そういえばリリベやったお店取りに行くのとかどうするのか確認せねば。それね、ちょっともしかしたら、そうね、うちらだけでも判断できないかもしれないし、その時の状況によっても変わってくるかもしれないし、各種問い合わせてくれたらめっちゃ助かる。働ける分近いなれたと思う。いやもうね、でも本当だったらちょっとなんか、そうなんつうんだ、現場で働いてる人たちは心配だけどね、私も心配しつつ頑張だよ。最近また地震多い。地震油断してると来る。あーね、おかえさんね。私そう、磯野きりこさんとかと、松井直美さんとかとやってる朝の番組、まあ、途中で名前変わったりとかもしてたけど、すごい実家にいる時からよく見てたからびっくりしちゃった、うん、そうだからなんだろうね。あ、タワレコからメール来た。なるほど、タワレコで買った方はメール来たか。今年はコロナがメインだけど地震もわりかし多い。職場変わって周りにモンスターがいなくなってしまった。そうなんだ。じゃあ逆に言うと全員モンスターにできる可能性があるということだね。でいつも対バンとかだと思ってる。アウェーであればあるこそ。逆に言うと今バンモン好きじゃない人がいっぱいいるってことは、全員モンスターになる可能性があるって思いながら対バンとかしてる。朝5時に地震来た。朝5時はやめてほしいね。自分は揺れてることあるから地震あまり気づかないと。なるほどね。そう、私と、なんかに書いたけど SNS とかでは、あ、そうブログに書いたかな。で、解散した、誰かが脱退したっていう、そのアイドルさんとか バンドさんとかのことと、誰かが亡くなられたことに関しては基本的にわざと触れないっていうことをしてるっていう風にブログで書いたんだけど、うん、私のなんだマイルールで、うん、駅前でコロナでこの世の終わりだって宣伝してる宗教の人いたけど、神様は人に元気を与える存在であってらしい。そう、その神様の形が人それぞれであって全然いいと思うけど、なんつうだろうね、その恐怖心がいい意味で、その心配して構えてきちんと準備をできるような恐怖心であればいいと思うけど、それ以外の場合は基本的にちょっと楽観的なぐらいでいいと思うんだよね。あ、ブログ見ました。ありがとうね、読んでくれて。お茶箱ありがとう、ダッチありがとう。ちょいちょいお茶箱が降ってくる。うっちありがとう。落ち着いていきたいね。そう、落ち着いていきたいね。そう、備えれば憂いなしって元気に言える状態でいい。あ、あえて触れないの同じだってなって勝手な仲間意識でした。そう、なんかさ、こうやっぱ悲しむことが多いことでもあると思うから、なんていうか、なんつうか、他のお祝い事とかにも触れられにくくなっちゃうから、Spotify の
じゃ場も流れない早く普通にしたい、早く普通にしたいね場も流れない。ちょあのいつものちょっとでもみんな Spotify で聞いて、あのするって言うと、そう Spotify 強化したくて、ただするって言うと、ごめんね、ちょっと別のにするわ。傲慢になっていけない人間は自然界で雑魚だと認識すべき、まあ、雑魚って言ったらあれだけどそれぞれの生物が雑魚ではないと思うけど、今生き残ってるわけだし、ちょっと一瞬待って、一瞬待って、うんうん、あ、ついでにこれ聞こう、これでも聞いて待ってて、のこさんが楽曲提供した、あ、ごめんちょっと待って、ゴッドソングが流れちゃった、ちょっと後で流すわあ、ショコラクラブのメールも元気出ました、よかったよかったよかったあ、ね、アルフォーチャークありがとうございます。あ、最近バンモのリモートワーク多くて楽しい、そう、鬼のようにリモートワークやってるからね、うん、美佐子さんは自分の顔好き、自分の顔好きじゃないけど、好きじゃないっていうか、まあでもさ、あ、うん、なんつうんだ、なりたい顔は他にいっぱいあるけど、なんだろうね、好きって言ってくれる人のこと好きだから、その人が好きな顔なら嫌いじゃないかもとは思える時もあるよ。自分がテレビや雑誌に出てると変な感じしますか？うん、変な感じする、超変な感じする。バンモンちゃんがライブやれる世界線を求めてるよ。もうでもさ、いざとなったらこうなっちゃうっていうのが分かったからさ、もちろんその生のライブっていうのはさ、あの絶対楽しいし、それでしか楽しめる要素がないのはあるんだけどさ、なんかこうもうここからバーチャルでもライブできるようにしてったらいいよね。あ、Spotify 今日入れました、ありがとうね、我らのために入れてくれたのかな、うん、待ちます流れちゃった流れちゃった流れちゃった、これ流れ切ったらあれしよう、また女子会しますかね。女子会だからさ、大盛り上がりしすぎてさ昨日バンモンちゃんの女子会やったんだけどさ、もう何次会するねんっていうなんかオフラインで4次会始めたりしてたからね。で私のポンがで私半分、ね、眠りつつあって、ちょっと半分寝てるから1回抜けるわっつって 4次会は途中で置いてましたんだけどそうドラム家で練習しできないけど、そのなんだろうな、私ドラム好きだよ、ドラム好きだし、なんかそのドラムでしか楽しめることはない、まあそれもそうなんだけど、なんだけどなんかこうもういびきもうね寝ちゃってたらしいね。そうそう、4時間までしてた、うん、だからで、なんかそのでもドラムじゃなくてもなんかこう音楽作ることができたらプラスアルファでできることがあったらいいなと思って、あ、ライブの MC 長めに聞いてる感じで超楽しかった。そう、超楽しいって言ってくれる人もすごいいてオフラインは終電の概念ないから怖い、確かに家に終わんない、オンラインね、ごめん間違えちゃった、フィルターで遊んでるの可愛かった坂本ちゃんのメンバーとも会ってないよ、3次会最後まで見れなかったドラハンね、そうだからさ、人生で初めて女子会に参加しました、昨日、嬉しい、人生で初めて女子会に参加してくれたの。そうで、私も女子会って普段あんましない、そうだからカホンやりたいけど、カホンって思っていてもでかい音出るの。でもカホンってさ、あいつさ、カホンってさ、マジ完璧な動物じゃない、動物は嘘それは嘘、それはフィクション、じゃあ待って、動物園ガキガキあいつあの楽器として優れすぎてるの生きてる、ごめんちょっと話が通じなくてそうで急に踊り出したけれども、顔は完璧なんですよ
美佐子さん昨日は生きてるのか違うよ、あれ鳴き声だったの違うよ、カホンってあのリズム楽器として完璧で、あの完璧なの楽器って、まずさ、そのスピーカーが基本は必要、ドラムセットとかはなくても音出るけど、でもあいつはスピーカー要素も自分で兼ねてるの、まず。で椅子、普通だったら必要な椅子やスタンドの要素も自分で兼ねてるの、あの箱一個で。あいつに座るので、あいつを叩くの、あいつのためのスタンドとかはまあ使う人はいるかもしれないけど、なくていいので、かつバスドラ的な低音と、あのカっていうなんかあのスネアとか的な要素の高音と、あ、星降る聞こう、両方兼ねてて、でスナッピーっていうあのシャラシャラしたやつもあの取り付けることができるの、いわゆるスネアみたいな、ズバリスネアみたいな音が出せる、パンっていうドットパンドットパンドパンの音ね。あ、そう、若しくがリリーベの時こちこちさんがよくカホンでした、そうっていうね、本当にね、なんかね、楽器として生まれたことがね、もう素晴らしいんだよな。あいつに日が一個も見つからないんだよ。カホンって何なんだ、カホンって何なんだろうね。音を競う、そう、音と万能なんですよ。そうそう、そもそも座れるのかみ、いや本当そうなんだよ、カホンってすごいので。やっぱさ、スピーカー NG、 ドラムセット NG っていう路上ライブとかもいっぱいあって、そういう中でもカホンだったらいけるし、あれだけ持っていけばいいの、あれだけ持っていけばどうにかなるっていう。あ、そう、星降る引きこもりの夜、これ岸君も大変現在の状況に沿った歌になっていますが、うん、あの新生かまってちゃんのギターボーカルの子さんが、電波組インクさん、ドットインクさんに楽曲提供した曲です。そう、これもね、あのバモンちゃんのニュー音源と一緒に同じ時期に配信開始になったんで、いい曲だ、予言者の子インストアで久しぶりカホン届くの見たくなった。いやでもさ、かまってちゃんのインストアでさ、あのインストアでリリーベで、あのなるべく小規模にするためにドラムセットじゃなくて私がカホン叩くっていう時もあったんだけど、あのモノくんがさ、あのここ最近さ、そのキーボードじゃなくてダンサーになることが多いじゃん。モノくんがダンサーの曲でさ、ノコさんがピンボーカルの曲とかだとさ、私とベースしかいなくなる時とかあってさインストアで2人しかいないみたいなそれは、いや、それはなるんだよ。それ、シュールすぎる。っていう状況が。前なんかあったんだよな。学校へ行きたくないかなんかで、なんか、学校へ行きたくないじゃないか。夕方のピアノとか、のこさんがもともとはギター持ってるやつで、のこさんがテンション上がって、ギターを置いて駆け出していった時に、あの、ベース、あの、千葉銀と、そう、当時千葉銀と二人で一生懸命どうにか曲を持たせてるの。手が腫れるんじゃないかっていうどうにか迫力を落とさないようにそういう名古屋のリリーベ、そう名古屋のリリーベ、かまってちゃんの名古屋のリリーベでそんなことがあったんですよひでえ話だったよ、あれがこれが本当のドラムベース、本当のドラムベースだったよリズム隊大変なんですね。そう、リズム隊でさ、曲が成り立つことってまあまあなかなかない。ギターだけだったりとかピアノだけだったりしたらさ、ボーカルと二人成り立つぐらいのさ、なんかいわゆる単体で和音が出せる楽器だから何かなるんだけど、ベースとドラムはそれぞれ単音しか出せないから、うん、あ、ね、にがみさん大好きだよ、うん、雨の中の子が歩いてたやつ、そう路上で普通に歩いてる街中の人にダダ絡み しに行くレベルで走っていたやつ、そういうこともあったよ、懐かしいね。そうで、早くそんなことしてえな、早くそういうバカなことがしてえな、うん、路上ライブとか
なんならしてえな、路上に近いリリースイベント。唇乾燥しすぎじゃない？唇の皮を食べちゃうんだよな。絶対やんない方がいいらしいよ。私以外はやめて。懐かしい。ライブ行きてえな。いやそう、ライブ行きたいよね。私も行きたいもん。あー、オフィスさんお茶枠ありがとう。オフィスさん、これさ、ジューンかな、入院ストローお茶枠ありがとうね。ラブが届いてる。え、よく食べる、あ、よく食べてる。あ、なんか勝手に流れた。あー、なんかしょこたんさんバージョンのコットノーズが流れました。いいか、流しとくか。しょこたんさんのさ、あの YouTube のチャンネルさ登録してるんだけどさ、やっぱすごいよね。1回の YouTube ライブで5時間ぐらいやんので、 FF7 だけをやるみたいな。そう、クラウドかな。そうで、クラウドがうめいてるシーンで三上さん頑張って、じゃあ対バンしたことあるよ。うん、でもその前から好きだったけど、うん、唇の皮食べちゃうよね。そう、そのクラウドそのうめいてるクラウドを見ながら白米を食べるっていう、あれ物理的にやってる人初めて見た。めっちゃ面白い。あ、12時間、そう、最初の方12時間とかやってた。すごいよね。そう、しかもなんかそのしょこたんが限界すぎてっつって、限界すぎて無理だったってツイートしてる、画像付きでツイートしてたのが、あのモンスターだったんですよ。バーモン好きな、あの北の大地に住んでる、住んでた、うん、で、飯が食えるかっこ物理。いや、そう、本当それめっちゃ面白かった。そしたらそれが死ぬほどバズってて、その拡散力俺たちに欲しいって思った、って思ったってわけだって信じられないリツイートのファボされてた。なんだろう、なんか何万、私見た時3万とかファボられてたよね、確か。実際面白かったよ、あのツイート。私逆にさ、今さ、もうほんとやばいんだけど、深夜に多分ツイートしてるからもあるし、あれなんだけどさ、あのナチュラルに鼻かむね。みんな家にいるからバズるなら今でも、バズる狙いをあの多分してる人もいっぱいいるから、あの飽和状態でもあると思うんだけどね。うん、そう、そんな事件が。で、なんか、私逆にさ、こう、コロナいろいろあってさ、ツイートが増えたじゃん。ツイートが増えたからなのか、センスがないからなのか、まあ実際に単純に人が減ってるからなのかわかんないけど、ここ2ヶ月ぐらいで多分2、300ぐらいフォロワーが減ってるんだよね。晩も夜中すぎる。そう、晩も夜中すぎるんですよ。まず、マヨ晩がね、夜中だし、ね。うん。そう。だからもう書いたわ、プロフィールに書いた、夜更かしって書いた、自分のこと。それでもいい人は生き残ってくれ。100単位で消えてんのすごくない？でさ、結構さ、フォローを外すってなかなかカロリー高いじゃん、うん、クラウドのツイートリプランで宣伝しよう。そうそうそう、まあ、めげずに生きるけど、めげずに、なんかアイコンとか大盛りに漏れてる、なんかあざといアイコンにしようかな。夢、淡い夢のを描きながら、この間のハモリだけバージョン。あー、クロパク、このように君が生きてる限り推し。あ、そう、素敵な曲がね、ラブ様、ラブリーサマーちゃんが楽曲提供してくださった素敵な曲が、はい、配信リリースされたので、ぜひぜひ。伊佐子さんの長文ツイートも好きやで、そう、長文になっちゃうねんな、私、要約が下手。夜中のツイートは朝起きてから見る。そう、だからさ、ミュートっていうか、なんか通知オフはさ、いくらでもしてもらっていいんだけど、私のことをちょっとは気にしてて、ずっとできることなら何そのプロフ
今のアイコンそういえばずっとこれですかね。リリースされたからちょっと一回変えてみようかな。おいおい、うん、おいおいね、今すぐやるとは限らないよ。このうさぎデコフレームめっちゃわしだね。ありがとう、あきあき、あきあき、ありがとう。なぜかザコシみたいな口の角度になってる。ザコシさん、僕もようやくできた。ようやくめっちゃ下手、ようやくめっちゃ下手だけどさ、大学の卒論とかはとりあえず文字稼ぐ的なところあるじゃん。あ、どうした、猫がアピールしてる。猫、猫、あのここ最近のね、あのここ最近、あのトクニちゃんもお家にねいるんだけど、トクニちゃんがなぜか飼い猫に一生懸命お手を覚えさせようとしてあ、あみちゃんお茶ばっかありがとうありがとう、ね、あ、うんちだなこいつ、あ、うんちだな。あ、同居人ちゃんが猫のお名前、猫のお名前言っていいのかな、言っていいのかなっていうのもなんかわかんないけど言っても多分大丈夫だと思うけどどうなんだろう、わかんないみーちゃんのツイート好きだよ、ちゃんと見てる、ありがとう、うん、猫で白米を食べよう猫、猫、猫、あ、痛い、猫攻撃してくるんだよ、こうやると。ちょっと待って、あ、ちょっと言っちゃった。猫さん出演よろしく。うちの猫ね、めちゃめちゃね、めちゃめちゃね気まぐれんだから、うん、そう、子猫情報がね、名前公表プラバシド心外、一応そう同居人ちゃんと猫ちゃんの名前は言ってないね。写真は出てるけどな、お前な、私の生誕グッズにもうナチュラルに写ったもん。今猫の後ろ足がこうなってる。猫子猫、まあね、隠してはないんだけど、そんなにすごい隠してるわけではないんだけど、勝手に猫たんと呼んでかわいい、猫たんって呼ばれてるよお前、知ってた、勝手に猫たんって呼ばれてる。そう、猫たんね、トイレするとね、あのこうやっておこたを書いてくるんだよね。島クリエイトで案内状が動かせなくて済みました。それはね、罪オブ罪だね、罪オブ罪だよ。なんか橋とかさ、坂とかさ、これごめんね急に動物の森の話するけどさ、橋とか坂とかさ、高額で建てられるのね。なんだけど、そのデザインとかを後からホイホイ変えられなくて、撤去にまた1万円かかるの、1万ベルで。それすごい、結構1万ベルだっけ、そう、全部お金がかかるの。だからなんかこれちょっと違かったなって言ってもなかなか変えられないっていう。チュールでご機嫌を取ろう。そう、それが策略だな、もん、そうそうそう、それが、それがあいつのやり方か泣き声とか気になる。泣き声そんなね気になんない、あの泣き声、うちの猫たんは時々ワンって泣くぐらい。あつ森ドラムセットおめでとう。そう、ドラムセットね、みゆちがね黒白持ってるって聞いてね、あの1個お触りさせてもらって1個くれて、無事かまってちゃんとね、ちょうど万文のドラムセットがそれぞれ黒と白なの。だからね、それぞれのロゴなりマークなり入れてちょっとやってみましたよ。どうしたどうした、急に引く前のドラマパートが流れてよあのタヌキめ、そう、あのタヌキめなんですよでそろ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 ちゃんとあれしようちゃんとバボンなんかさあのさ、ディギーモンさんのゴッドソング出てくるんだよな、コッソン。あつ森ツイート癒される。そう、あつ森さ、やってない人はつまんないかなと思ってなるべくしてないんだけどさ、実はめっちゃあげたい画像いっぱいあるんだよね。
おやすみとか、おやすみ、ありがとう、ちゃぼくん、ありがとう、ぐっ、ぐっ、ありがとう。そう、バンって泣くんですよ。で、そのドラマパートはちょっとさすがに臭い。ポン、ポンがね、ポンのね、あつ森の今のね、赤、あの、肩書き。控えめに言って草にしてるんだけどさ、センスありすぎ、センスありすぎ。メンバーのこと好きだなと思った瞬間でした。あつ森始めたいね。そう、スイッチが売ってないらしいですよね。スイッチが売ってないらしいんですよね。それが問題なんですよね。よし、これを再生すれば何も問題がないね。やろうか迷ってるのでどんどん上げてくださいな。本当いい、上げても。そう、なるべくそれ以外の人も楽しめる感じの可愛い画像を上げていこうかなと思って。あつ森って聞いて最初は食い物かと思ったらゲームウォッチ。そう、スイッチ買えないね。今一番親にプレゼントしたいものスイッチだからさ。うちのお母さんがもともとそのポケモリって、あの、動物の森ポケットキャンプってスマホゲームの方をなんか久しぶりに私に勧めて、久しぶりに私に勧めてくるはおかしいな。もともと私やってたんだけど、久しぶりにやろうかなって思ったのがお母さんにご了承されてもう一回やり始めたからなんだけど、そのお母さんもね、動物の森大好きだから、もともと子供のために確かゲームキューブ版の動物の森を買ってくれたんだけど、うちのお母さんが最終的にずっとハマってて、その時からもうずっと動物の森、うちの親も好きなんだけど、美佐子さんだよ、美佐子さんだよ。あ、ゲオのスイッチ抽選外れちゃった。そうだからね、親にスイッチ買ってあげたいの、私も。なんだけど、ないよねっていう。あつ森できるのはスイッチなんだって次元で。いや、そうそうそう、スイッチなんですよ。スイッチね、なんかね、なんだろう。めっちゃ、いろいろ簡単でびっくりする。他のゲーム機の方がなんかいろんなことが難しい気がする。テケ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 、シーリングのスイッチならにこもってるからあげるよ。私ゲームキューブで終わったら、ゲームキューブはいいよね。ゲームキューブいいよ。やっぱね、でもね、動物の森曲がいい。本当に全力で癒しに来る曲が多い。うん、ね、ど深夜にやってるとさ、あの流れてくるさ、ちょっとアホっぽい曲、わかる？あつ森の中の。ど深夜にやってると流れる曲好き。街の、街ってか島内の。リングフィットも家でやっていい運動になる。ケケシリーズで好きな曲なんだろうね、なんだろうね、楽しさ。これ私が昨日セリフ出てこなかった時のやつ。スイッチ部屋に眠ってる動物の森 DS 以来やってね。 BGM いいですね。そう、アホっぽい曲、アホっぽい曲、あれなんだろう、あつ森とスイッチ買うか迷ってるね。買えるならぜひぜひ。そう、私 SD カードも買って、あ、そうなんですよ、みーたんさん、ちょっと私ね、リカルドっていう、すぐに出てくるわけだけど、リカルドっていうさ、あのキャラクターにガチ恋なんだけど、あ、ちなみに今レックスさんが、いよいよレックスさんがいらっしゃって、あの、ためにためた虫を彼に押し付け買い取っていただいた次第ですよ、本日は。あ、みーちゃんへホワイコンで間接的に万能宣伝してきましたね。本当にありがとう。それは、それはマジでありがとう。心の底から本当にありがとう。死ぬほどありがとう。そしてバズりめっちゃ面白かった。でもあのツイート本当面白かった。めっちゃ面白かったよ。さっき言ったあの、バズってるリスナーさんじゃない、バズっててモンスターさんがね、今リスナーとして浮上してくれましたね。ショコタンさんのあ、今日うちの村はジャスティンがいる。ジャスティンもね、超可愛いね。ジャスティンってさ、あの、自分でイケメンって言ってるだけあるっていうかさ、なんか表情がイケメンじゃない。あの、ちょっとさり際に横目だけでさ、こうやって見てくる時が一番イケメンに見える。そう、バズは予定外だからね。今日アップデート来ましたね。そうだな、曲何が好きかな、未だに考えてたよ。ジャスティンをする、ジャスティンをするよ。流れ星さ、一生捕まえらんないんだけど、道具を置くっていうのが攻略サイトに一個も書いてなくてさ、道具を置かないとお祈りできないってこと初めて知った。そう、なんか
今回ね、星のかけらっていうのを集められるの、動物の森で。で、あの流星群とかがこう流れ星が流れてきてる時に音がねキラキラキラって聞こえるの。それを聞こえた時に空をバッと見上げて、手に持っているものをバッて置いて、あの A ボタンを押すとお祈りができるので、お祈りっていうのをすると星のかけらっていうのが集められて、それでしか作れない家具だったりとか、あと主にねステッキっていうのが今回道具であって、こうやってキラ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 ーっつって設定した衣装に一瞬で着替えられるっていう道具があるんだけど、それがねほんとかわいいの、ほんとかわいいんだよ。え、なんだろうな、私ねよく流してるのは君だったケケソウル、ケケソウルよく流してる部屋で。え、そんなのあるの、魔法少女なの。そうなんだよ、そんなのあるんだよ、魔法少女になれるんですよ、マジプリキュア。そうそうそう、全国で獣が増える感じなのから。そうで、私今ね、もともと私は獣なんだけど、私も妹も元から獣でね、とんだ獣なんだけど、本当に獣なんだけど結構今いい曲が流れてますよ、ぜひ Spotify で聴いてね。なぜなら再生数を伸ばしたいから、 Spotify の、そう Spotify の再生数を伸ばしつつ、全部でね、あの3万回再生されたら、あ、星のステキに魔女の校則登録したら嬉しい、そう登録したらあれするっていう、神々の言葉が聞けるっていう、そういうことをやっているので、ぜひ聞いてみてください。見て、アミーボカードをメルカリで落としたよ私はね、好きなものは自分の手で手に入れるタイプだから怖い歌めっちゃ怖くてね、怖い歌めっちゃ怖いよねそうなの、今ね2回目遊びに来てる、うちのキャンプにガンガン伸ばします、ありがとう。リカルドね、リカルドさ、あ、そう、アイアウトベッドをね彼に見つぎました。今日ジュース飲んでる、かわいい、かわいいね。リカルドさ、あ、リカルド、うちの村いるな。そういえば、リカルド一応キザ系だから、そのキザ系って、確かね、5人目の住人として確定で、キザ系が来るのかな。確か。そう、それを待ってから、それでも来なかったら、もうアミーボカードを買おうと思ってたんだけど、めっちゃくどいてくる。めっちゃくどいてくるの。そう、なんかでも、あの、私、その時に来たキザ系の、あの、キャラクターが、ケインっていうのがいたんだけど、ケインと全然キャラ違くて、本当に同じキザ系なのか分かんないなって思った。あ、今来ました。イエーイ、いらっしゃい。私も推しメルカリで買った。いや、そうなりますよね。そうなります。ねえ、みんな聞いて、怖い話なんだけどさ、だってさ、あの、ミューチーは金閣を追い出してました。そうなんだ。アパッチ厳選してますが、ぼんやりの子がいる。同じ系統の子がいると出にくいのか。そう、メルカリでアミーね、そう、うわ、詳しくない方にね説明すると、アミーボカードっていうのが以前出たカードなんですよ。で、あの3枚ランダムで入ってるあのカードで、動物の森の場合確か300円ぐらいなの。あ、チエリオシ、チエリオシちゃんがいります。そう、300円ぐらいなので、それがかつて出てて、そのアミーボカードっていうので、まあいろいろできると、ありとあらゆることがいろいろできるっていうようなカードなんだけど、実は今作が出て、あのなんかそのアミーボカードが対応してるっていうことが判明し、で、あの本当は300円とかなんだよ。3枚入りで確か300円とかなのなんだけど、その3枚入りのやつがまず3000円近くなってんだよね。で、追加で、再販したりとかもしたけど、それも一瞬で売り切れたりとかもしてるし、で、高いキャラクター、もうランダムだから、たまたま高いキャラクターとか出た人が売りに出したりとかもしてるんだけど、そう、人身売買、そう。で、そのアミーボカードで好きなキャラクターを、そのアミーボカードが出てたキャラクターを基本的に呼べることができるんだよね。
そう、人によりお値段が違うんですよ。で、そう、3万の男、そうだから人気のキャラクターのアメーボカード1枚が数万円で取引されたりするんですよ怖くないですか。あ、ジャック君はね、アメーボカードね、ないの。なぜかっていうと、そのアメーボカードが発売されていた時にはまだいなかった新キャラクターだから。だから、そのアメーボカードは詐欺できないけど、希少動物取引そうなんですけど、私もちょっと買わせていただきました。闇の取引でジャック離島で会えたら何でも交換できるから。そうそう、ジャックね、離島で会えたらね、そりゃ絶対に連れてこよう。ジャック君の、そう、旅行券のレートが恐ろしい。そうなんだよ、ジャック君っていうのがそのニューキャラクターでいまして、その子が、あの、オットアイの猫のキャラクターで、キザ系って呼ばれる、あの、なんだ、ちょっとそのチャラい性格っていうか、くどき系のキャラクターをキザ系って言うんだけどのジャック君っていう子が、もう本当に金で言ったら2万ぐらい取引されてて、で、物々交換だとしても、まあ相当なレートで取引されてて、で、それの詐欺が起きたりとかもしているらしくて、ハンターハンターのヨークシンシティを思い出すな。オタクが好きな要素盛り込むよね。あ、知ってる、みんなマイル圏で島ガチャしてるキャラだ。そう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 、そうなんですよ。いやさ、島ガチャっていうのが、その島に行くと、あの、ランダムで動物がいるのね。あの、島っていうのが、マイルっていうのが、なんかその一日のなんかこう特定のノルマとかをこなすともらえるものがあるんだけど、そのそれがちょっとお金とは別にあるの、マイルっていうのが。で、そのマイルで、あの、マイル2000円分で島に行けるチケットっていうのが、別の自分以外の島に、知らん島に行けるっていうチケットがもらえるので、その島に、あの、まあ条件さえ揃ってたら1体動物がいるのね。で、その1体の動物がお気に入りだなって思ったら自分の島に呼ぶことができるんだけど、そのいろんな島に行っていろんな住人に会うことを島ガチャっていうのね。そうで、ジャック君旅行券80枚で交換してる方いたってけど、そうなんですよ。だから、その島ガチャの、言ったらガチャ券みたいなのが、あの、結構重宝されるんだけどだからね、厄介だよ、大人が財を使ってそう、1枚2000マイルもするのに、そう、80枚でジャック君が取引されてるっていう。でも、それでガチャって言っても、もうだって300匹ぐらいいるわけ、動物。確か300匹から推しを引こう、推しと交換できるぐらいの強い動物を引こうってなると、結構ね、そう、なかなかなんですよね。そんないるんだ。そうなんですよ、ジャック君もって思ってて、でもね、わかるって感じ。なんか、あのね、ていうかね、そのニューキャラクターがね、あの、全員本当に可愛い、本当に可愛い、全員本当に可愛い、新しいキャラクターが全員本当に可愛い、めちゃめちゃ可愛い。うちね、そう、たまたまその島で出会えてキャンディーちゃんを連れてきたんだけど、そう、チャチャマルめっちゃ面白いじゃん。チャチャマルの画像とかめっちゃ保存してるもん。みすずちゃんもめっちゃ可愛い。そうね、全員本当に可愛いよ。ジャック以外も相当可愛いの。新しいキャラクター。チャチャマルあれだよね、ピエン顔の、そう、めちゃめちゃ表情豊かですぐに顔にシワを作る羊のキャラクターがいるんだけど、あの、いわゆるその体育会系なキャラクターなのね。定番の体育会系なキャラクターって、なんかやっぱこう、人気になりにくいっちゃなりにくい種類の、あの、性格なんだけど、それをね、一気に押し上げる。筋肉キャラを一気にね、ポテンシャルを押し上げる、ちゃちゃまるっていう、おもろな羊が生まれまして。ちゃちゃまるね、超表情豊かで、いつも目キラキラなんだけど、常にピエン顔なんだよね。
必死ののり巻きと一緒に筋トレしててほしい。そう、ちゃちゃまるね、そう、ふんふんっていうのが口癖なんだけど、あの見た目で筋肉キャラびっくりした。ゲームキャラ作ってる人先生、そうなの、ちゃちゃまるの画像見せたいな。ちゃちゃまるのおもろ画像、おもろ画像っていうか、なんかで人のツイート後から拝借したやつだけど、ちょっと元も紹介できたらよかったけど、こういう感じ、あんま見えないね、あんま見えないね。そう、レム君も動いてるの見ると超可愛いんだよね。どうにか向かわないから難しいです。難しいね。ピエン目うるうるして、常に目うるうるしてるので、あのずっと眉毛が困り眉なの。そう、レム君はねずっと眠そうなねヤギの子なんだけど、もうめっちゃ可愛いんだよ。全員すごい可愛いの。ずるいんだよ、あざといの動物の森。あ、初期ヒノコとサスケだった、いいじゃん、ヒノコとサスケめっちゃ。なんか結構さ、私すぐ動物好きになっちゃうからさ、困ってんだけどさ、羊とかペンギンが筋肉の話した時どこっとなるし、かわいい。うちさ、ネズミがピースっていうのが筋肉キャラでいるんだけどさ、全然筋肉なさそうなんで、でもちゃんとこうやってこうやってた。筋トレしてた、うん、羊とかペンギンさ意外と来ないなって思ったけど、今日ペンギン引っ越してきた。動物本当に可愛すぎて、ただ眺めてるだけで楽しい。本当幸せ。そう、最大何匹と暮らせるの？あのね、動物が10匹がピーク、ピーク。マックス。初期キャラずっといてし、本当だよ。本当なんだよ。そうなんだよ。早くやりたいやつもりね。やってやって。私、グルミンちゃん。だねー、クマの。ペンギン、ジョアニトキン。私、ペライ。いや、そうなんだよね。あの、なんか、私が思わず笑っちゃった会話がさ、あのポンちゃんの島にもいるんだけどさ、ヘンリーっていうさカエルのキャラクターがさ、この世の不幸を全部詰め込んだのかなっていうぐらい目に光がないの。そのヘンリーとさっき言った筋肉キャラのピースが話してる会話すごい好きで、思わず少し怒ったんだけど。ヘンリーめっちゃ面白いんだよな。ヘンリー島で一目惚れして連れてきたんだけどさ。あ、初期から保つで愛情湧いてますね。そう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 、保つもねいいよね。そう、なんかなんつだろう、あのなんつだろうな、それぞれねいろんなキャラいるけど、なんか可愛いんだよな。どこだどこだ、ちょっと見つかんない。そう、あとさ、その今ブルースっていう硬派なキャラがいるんだけど、ちなみにこれポンちゃんと遊んだ時の私のパリピゾーンでの様子。私カッパの格好してるけど。団子食いてーって、何の話何の話。ピンクの顔のゴリラ、名前忘れたけど会いたい。え、ピンクの顔のゴリラどれだろう、あれかな、ゴーってついてる、何だっけ、4号か6号か。そう、ナイトプール、パリピゾーン、モーリスっていう牛の子がさ、あの引っ越しのお祝いで、お祝いっていうかご挨拶でこれあげるっつってさくれたんだけどさ、あの貝殻のベッド、ちょっと神がかりすぎてて、どこだ、ちょっと待って、スクショが多すぎて、私動物の森のスクショを撮るためにさ、あの SD カードをさ買ったんだけど、とうとう、どこだっけな、そんなにもったいぶるようなほどの内容ではないんだよな。みんなの帰ってき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 て、せーの、4号、4号かね。そう、ブルーズかわいいよね。リセマラした、リセマラっていうほどリセマラはしてないかな。私カニなんかに流される曲だ。カニなんかに流されんだよ、ルンマはルン。ちなみにヘンリーとブルースのすごい青春な様子を
遠くでカッパが眺める写真あ、今日リチャード勧誘した、団子花可愛いですね。そう、あとさ、人に言われて確かにって思ったから、今日あのほっぺたにほくろを追加したよ、自分の。どうだ、いないんだけど、ヘンリーと。実は私の幻だったのかな、ヘンリーと会話してる。ダメだ、ないわ。そう、カッパ見たみたいな光景。そう、私カッパの服を気に入りすぎてすごい着てたんだけど、全然映えないのねある意味映えてんのかな私が好きなヘンリーの表情、これこんな服を詰め込んだ顔することある？ハイライトゼロなんだけど目のハイライトゼロ。多分一回友達の借金とか背負ってると思うんだよね、この目。全然見つかんない、全然見つかんない、助けて実は消したのかな、実は消したのかもしれない。いつか見つけたら言うね、うん、ツイッターにあげるわ。ジョニーが倒れた時の面倒だからお前見に行ったらどうだってペンギン言ってたそうだねそう、何か抱えてる顔、完全に負の顔で笑ういや、そう、めっちゃ面白いんだよ、ヘンリー。ポンちゃんとヘンリーいいよねって話で盛り上がって目が真っ黒そう、もしやタヌキに、もしやタヌキに借金地獄にされてるのかもしれない。それは死じゃね、うん、それは死じゃね。ででーん、ドロロ。というわけでね、ちょっと11時過ぎぐらいに終わろうかな。これ、ゴッドソングが最後までいったら、シックスリスペクトまで終わったら、うん、よくできたゲームなんですよね。あのね、そう、私はね、結局愛にお金を払いたいの。最近シルバニアのさ、あのアニメーションっていうか、アニメーションって言っていいのかな ?3D と CG の。話とか見てて思うんだけどさ、なんつうんだろうな、シルバニアも動物の森もそうなんだけど、単純に私が動物モチーフ好きだからっていうだけじゃなくって、本当に大人が楽しんでないとこの発想は出てこないよねっていうものがいっぱい詰め込まれてるわけ。楽しんで好きでやってないと、こだわりを持ってやってないと絶対こうなんないよねって。動物たちのセリフの言い回し一つもそうだしさ、島によってさ、なんかプールとかさ、買えるものとかのさ、カラーリングもさ、全部違うの、ランダムで。でさ、なんか例えばだけど、シルバニアだったらさ、パンのさ、焦げがさ、ウサギの形だったりとか、あと新しくなんかショコラウサギのお姉さんとか、お姉さんシリーズができた時にさ、ここにね、ピッてアイラインの跳ね上げラインみたいなところだけ目にくぼみがあるのね。たったその一つで一気にお姉さん感が出るわけ。それをわざわざ本当だったらなくて、服装だけでお姉さんですって売り出すこともできるわけ。でもさ、ここのくぼみを作ってお姉さん感を出して可愛くするっていうののために、多分型とかを変えて作ってるわけ、ウサギのお姉さんを。芸が細かい。そう、あつ森のトースターも種類でパンに焼き目の模様ある。そうそうなので、なんかでさ、なんか例えばだけど、動物の森で素焼きの食器っていうのがあるんだけどさ、それをね、あのただの食器なんだけど、作りたての時は茶色の食器なんだけどさ、うん、それとかをさ、リメイクってできるわけ。リメイクした食器が全部可愛いの。桜の柄とか、あ、おちばくありがとうよしき、おちばくありがとうよしき、そうとか、なんか白の陶器のやつとか、もう全部質感がすごいの。全部その色違いとかが作れるさ、あのやつとかが、そういうめちゃめちゃね、細かく
これわざわざ好きでやってないと、ここに開発のお金かける必要ないでしょっていうところもきちんとこだわってやってるっていうところで、私はだったら買うってなった。銀の皿とか、そう、月の光にちゃんと反射してる。そうなんだよ、すごいのよ質感が。そう、作る人が本気で楽しめないとできないこだわりですね。これはもう本当にそう、結局そういうものにお金を払いたい私はそういう人が払われるべきっていうか、中の人は大変だったと思うよな、多分バトルとかもいっぱいしてると思うよいやこれは違いますみたいな、これじゃ陶器じゃないですみたいなあったと思うよ木馬のリメイク、ね、マジ可愛かった。めっちゃ可愛いんだよ、めっちゃ可愛いよ。うちらだってさ、その例えばさ、物販のグッズとかのカラーリングとか考えてるけどさ、もうさ全然さ、あのこのカラーリングの配色マジ可愛いねっていうさ配色でさ、あの例えばさスプリングユーグっていうさ、あの馬のさ、あの公園とかに置いてあるやつとかもさ、もうどのカラーリングのユーグも全部可愛いのに、島によってランダムで違うの、それらが、それらが違うの。履く靴によって音変わるところもする。そうけ、そう、履く靴によって音が変わるの、走った時の地面の音も全部変わるの。砂場も木の素材も、あのなんかこうレンガとかで全部走った時の音違うの。裸足だとペタペタするし、すげえんだよ。収集癖そこそこあるから集めるのそう楽しくなっちゃうんだよ、集めるの。もうが集だな。裸足で歩くと裸足の跡がつくの好きです。そう、鳥はちゃんと鳥の跡がつくの。でさ、だからさ、何度か話したけどさ、まあ動物の森はアプリゲームもあるけど、言ったらさ、そのアプリゲームが主流でさ、いくらでもさ、そのなんかこうガチャとかでさ課金とかをさ促せるご時世ですよ。ご時世ですよ。ここまでこだわって作ってさ、そのただ金のためだけだったらさ、ここまでこだわる必要ないわけよ。もう動物森なんか一回流行りきってるコンテンツだから、一定数絶対買うのよ、新作が出たら。でもさ、もうさらにさファンを増やしてるじゃん、この状況だからっていうのもあるけどさ、島クリエイトなんてシステムを導入する、超めんどくさいよ。えらい作ってくれた人、あ、お茶ばっかりありがとう。クリッチ、はい、クリッチ。アップデの美術品もすごそう。そう、アップデもすごそう。アップデしかも早い、多分だけど、今こんな状況だからちょっと前倒しでアップできたんじゃないかと思う。大人たちが頑張って、星空見れるスペースの真下が常吉ゾーンだった。どうせ何とも言えない気持ち。常吉楽しみすぎるね。常吉超楽しみ。お花とかもいろいろ買いたいなと、ね、そう、こだわりがね素晴らしいよ。あー、ラミさん、ミナルージュさん、ありがとう、ありがとう。すごい綺麗にハートが作れた、ありがとうね。そうだからさ、そういうとこに見習うわけ。私たちもこういうスタイルで生きていきたいなって。内側はさ大変かもしれんよ、大変かもしれんけどさ、それがいいよね。自分がこれが最高なんだよっていうものをさ、最終的に人がさ分かって、さ分かる、それがいいよねって認めてくれて付き合ってくれたらさ一番いいじゃん。結局好きになるものなんて十二トイロなんからさ、我らがさいくらさ、これが売れるでしょうって音楽を仮に作ってたとしてもさ、そんなの外れることは時だって外れるしさ、これが求められてるでしょうっつってさやったさアートワークとかがさ外れる時だってあるかもしれないけど、うちらが可愛いおしゃれだなって思ったものはさ、もうさ別にさ失敗してもいいじゃんという気持ちでやってるから、結局自分がこれ素敵だよねっていうものを、もしたまたま他にも一緒に感動していいなって思ってくれるものだったら最高だよねって思うよ。まぼ、流れ星だ、今すぐ撮って、今すぐ撮ってあげて。うちの村のリカルドいないと思ったら女の家にいた。リカルドやめて、人うちのリカルドでも私はそれが嫌だ、男の家でも嫌だ
仲良しになってる、仲良しレーベルで雇ってもらえないですか。もう雇用募集してない、もう今超大変だよ多分今みんな。というわけでこの曲終わったら終わるから、みーちゃんがあつ森とか何でもゲームやってるの配信みたいな、あぜひ。ねえなあんたの舞台なんだ、主人公胸を張れ。そう、うちらもいい曲だなって思いながら曲作ってるからね。ちゃちゃ丸に薬渡してきました。風邪ひいてたのかな。ちゃちゃ丸、あの風邪ひいてるキャラクターとか見つけるとね、薬あげれるんですよ。みるみる治る。流れ星と海外シーズンの数かわいすぎる。そう、かわいいよね。仲良し、仲良し。あ、赤メガネもうちばっかりだと。風邪ひいてるとかわいいで、そう、風邪ひいてるのかわいい。風邪ひいてる動物からしかもらえないアクションがあるんですよ。じゃあみんないい夢見ろよ。今日も迷晩あるから、関東勢はお付き合いくだされる方は、くだされる方はね、無理せずお付き合いくださったら大変嬉しいでございますよ。ありがとね。またね。おやすみさこだよ。おやすみさこだよ。パジャマパーティーをまたしようね。バンモンド島のリモートワークもね、やるからね。はい、島遊び行きたいですね。そう、なんか画像上げるね。もうちょい画像上げる。意外と、嫌じゃなさそうな感じがした。バイバイ。I love you. I love you. Me too.